トニー・マーセル・シップは、アメリカ合衆国ミシシッピ州ジャクソン軍、パスカグーラ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2001年の MLB ドラフト28巡目で、シカゴ・カブスから指名されたが、この時は入団せずに、オカルーサ・ウォルトン・カレッジへ進学した。2003年の MLB ドラフト33巡目では、 シカゴホワイトソックスから指名されたが、この時も入団しなかった。クリーブランドインディアンス時代クレムゾン大学在学時の2004年 MLB ドラフト45巡目でクリーブランドインディアンスから指名され、プロ入り。2009年4月22日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビュー。プロ入り時点では先発投手だったが、メジャーでは全てリリーフとして登板している。 2012年12月11日にシンシナティレッツも含めた合計9選手が動く三角トレードにおいてアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した2013年11月27日に FA となった2014年2月7日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ参加のトリプル A 級エルパソチワワズで開幕を迎え11試合に登板したが 5月1日に自由契約となった。ヒューストンアストロズ時代2014年5月2日にヒューストンアストロズと契約した。契約後はハイペースでマウンドに登り2年連続で56試合に投げた。防御率を量化させて3.38とし4勝3敗、4セーブ、自己ベストの脱三振率11.2という高成績をマークした。2015年。 3年ぶりに60試合に登板。防御率は1.99まで下がり、脱三振率も3年連続10.0以上をマークするなど、さらなる成長を見せ、アストロズのリリーフ陣を支えた。オフの11月2日に FA となった。2016年は2年連続で60試合ちょうどに、登板したが、防御率4.95、ホイップ1.60と炎上傾向のピッチングになり、 脱三進率が8.2まで低下する一方で、予死休率が2.5から3.7まで上昇するなど、全体的に調子を崩した。2017年は46試合と投板数が減少し、防御率5.79、ホイップ1.39と前年以上に打ち込まれた。2018年は54試合に登板して、防御率が1.86と大幅に改善された。 オフの10月29日に FA となった。2019年3月14日にワシントンナショナルズと1年100万ドルの契約を結んだ。8月2日に DF となり、5日に自由契約となった。ありがとうございます。